すぐはカルオのお暇なら映画でも。皆さんご機嫌いかがですか。すぐはです。ネットフリックスでスプリガンがアニメね、再アニメですか、配信しましたね。見ましたか皆さん。ネットフリックスオリジナルアニメスプリガン全6話なんですけれども、まあスプリガン僕漫画持ってたし、なんかよくわかんないんだけど一時期一瞬すごい流行ったんですよね。でまあアニメ化っていうか、映画化、98年に映画化して、それもまあ見たんですけど、ただ一瞬流行ったっていうのはその映画の前のような気がするんだけど、まあね、漫画全部持ってて読んでたし、映画も当然見に行ったわけですね。でまあ今回ネットフリックスでスプリガン再アニメ化ということなんで見てみたんですけど、なんかクオリティ低くねえかと、なんじゃこりゃと、はっきり言ってダサくだなと思ったんですよね。皆さんはどうでしたかね。まあ、98年のスプリガンのアニメ映画は監督が川崎さん、総監修として大友克洋、キャラデザインが江口久志、スタジオ 4°C 制作ということで、まあこれは多分有名ですよね、オタク界隈ではね。このスプリガン、まあ当時はめちゃくちゃすげえなということになったし、まあ正直言ってこのセルガアニメ末期と言ってもいいぐらいの時代だと思うんですけれども、この時代に制作されたあらゆるジャンルのアニメーションってもうね、あのまあ、スプリガンって大パーツを巡ったお話なんですけど、この時代のアニメはまさに大パーツと言ってもいいぐらいに、もう超超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 高クオリティアニメでしたよね。もうとてつもない、もう全盛期と言ってもいいぐらい、もうこれ以上は無理なんじゃないかっていうぐらいアニメがすごい時代だったんですけれども、まあ当然ですね、この時一世を風靡したこのスプリガンの再アニメ化ですから、ここと比較されるということは当然あるわけですね。で、この当時のクオリティに勝つということは、まあ、不可能だというふうには思うんですけれども、でも、この頃に迫るというか、この頃を目指すぐらいのクオリティは、目指してほしかったわけですね。でもまあ、蓋を開けて見てみるとですね、今回のスプリガン、非常に期待を大きく下回る出来でしたね。もうペラッペラというかなんじゃこりゃという感じだったんですよね。なんでこのクオリティでスプリガンを再アニメ化しようと思ったのか、なんじゃこりゃというふうに思ったわけです。でまあせっかくだからと思って、この前のね98年の映画のスプリガンちょっと見てみようと思ったんですけど、なんと現在見ることができませんね。レンタル屋さんにもなければ配信にもない、頼りの U-NEXT にもない、どこにもないということで、なんだよどこにもねえのかよと、ちょっと僕見れてません。でまあ YouTube にね、場面場面の、まあ、映像がアップされていて、それを見たりしたんですけれども、まあ、やっぱすげえなとなりますよね。当時のアニメーションはやっぱすげえなとなってたと同時に、やっぱり新しいスプリガンダメだなというふうに思ったんですよね。なんでなんだろうと思うわけですよ。で、ネットフリックスってお金がいっぱいあるんじゃないのというふうに思ったんですけど、ただ他のアニメもオリジナルアニメダメなのが多い感じがあるんですよね。ネットフリックスのオリジナルアニメって、まあバブルはね、絵は非常に綺麗だったですけど、まあ内容がダメだったっていうバブルがあったりしたけど、攻殻機動隊ね、2045だっけ、なんだっけ、もうね、なんじゃこりゃという感じですよね。あのデビルマンはすごく良かったと思うんですけど、でもまあ結構デビルマンも使い回しの映像も多かったし、あれネットフリックスアニメってなんかお金をバンバン使って世界をマーケットにした高クオリティアニメを作るっていうことだったんじゃなかったんだっけって思ったんですよね。で、いろいろちょっとネットを漁ったらですね、2020年の AV ウォッチというサイトに、スプリガンアニメ化しますという記事があったんですね。
で、そこの記事を読むとですね、まずネットフリックスの、チーフプロデューサーの桜井さんという方がこう言っていました。僕らネットフリックスが目指している映像のクオリティ（完成までの期間）に対して必要なお金は全て負担しますとお伝えしていますというふうにネットフリックスのプロデューサーは言ってるわけですね。で、これを受けて、今回のスプリガンのね、ネットフリックスオリジナルアニメを作ったデイビッドプロダクションというところの、田中プロデューサーがこう言ってるんですよね。予算規模は14年間今まで我々のスタジオで作ってきた作品の中では最も大きい予算をつけていただいているのは間違いありませんというふうにコメントしているわけですね。つまりお金がないからこのクオリティではないということに、これを読む限りになりますね。お金はあったのにあんなに低クオリティのアニメになってしまったということなんですよね。この辺が実際のところどうなのか、表に出ている分はこうやってお金湯水のように使えますよと、とにかく高クオリティ、皆さんが納得するものが出来上がったらそれが作品ですみたいな、そんな感じの記事があるんですけど、でも実際のこのスプリガン見るとですね、とても高クオリティとは呼べない代物になっているわけですね。どういうこっちゃとなりますよね。まあ、どの部分がダメなのかというと、もう脚本、演出、そして絵、全部ダメなんですけれども、なんか絵もね、なんか下手じゃねみたいななんかそんな感じするし、脚本も なんだこれみたいな感じの脚本なんですよね。正直なんか取ってつけたようなセリフ回しというか、そんな感じがあるんですけど、一番はですね、スプリガンはアクションアニメですよね。アクション作品としてのこの非常に致命的なところがあって、それがアクションシーンの画角、そしてアングル、構図、動き、これらがですね、あまりにも素人っぽいというか、めちゃくちゃどうしようもないということがあって、この部分でもうとにかくどうしようもねえなとなったわけですね。これがネットフリックスが目指した高クオリティなのかなと、いうふうに思うわけですね。このあたり一体どういうことになっているのか、なんでこんなことになっているんだろうか、僕は非常に知りたいですね。まあ、例えば同じネットフリックスオリジナルアニメでラブデス&ロボットっていう、まあ、アメリカが作っているアニメがあるんですよね。短編の、1話完結のシリーズなんですけど、あれは結構高クオリティなアニメーションができているかなというふうには思います。でもその他アメリカが作っているアニメで、ジュラシックワールドっていうのがあるんですよね。サバイバルキャンプか。これは非常にね、クオリティが低いですね。ただネットフリックスの中でもいろいろあるのかなというふうに思うんですけれども、予算の付け具合が違うのかどうなのか。でも例えば広角機動隊とかスプリガンは相当な予算がついてもいいようなタイトルな気がするんですけどね。まあ僕も全部見てるわけじゃないんで何とも言えないんですけど、全部見てるわけじゃないどころかほとんど見てないんですけど、ただ今言ったのはダメですよねなんでこんなことになっちゃってんのか。で、まあちょっともうちょっと具体的にですね、このアクションシーンがダメっていうのはどういうことなのかっていうのをちょっと、まあ、この後はお話ししたいなというふうに思います。まあ、今回はとにかくちょっとスプリガンのアニメががっかりだったよと、何なんだよとで、もう昔のあの映画のスプリガン、98年の映画のスプリガンを配信してくれよと、そういう感じの回となります。まあ、今回は短いと思いますけど、よろしくお願いします。ということで、アクションシーンの画角、アングル、構図、動きが全然なってねえんじゃねえかということなんですけれども、具体的に言いますとですね、第1話の30分ぐらいのところからですよね、お見ない言うと、ビクトルの戦闘シーンがあるんですけれども、ビクトルさんがですね、両手にナイフを持ってこう振り回しますよね。この振り回してる時が本当にただ振り回してるだけで、こうなんていうの、サッ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 みたいな感じで、全く振り回し方に面白みが全くない。それとこれを撮っているカメラがずっとこの2人の全身の引きの状態でただ追いかけてるだけなんですよね。2人の戦闘を
こうずっとシャン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 ってビクトリーがやって、それをミナイが、わー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 って避けていくっていうのをずっと同じ画角同じアングル同じ構図で、ただこうなんつう背景が動いてるだけというか、そんな感じでずっとただ追いかけてるだけなんですよ。全く面白くない。このなんていうか、アニメーションって何が素晴らしいのかっていうと、アニメーションのアクションって何が素晴らしいのかというと、人間が動く場合ですね、まず目で見て、まあ、脳みそが次はこうしようと考えて、それを指令を電気信号で体に送るわけですよね、神経を使って。でそれに反応して筋肉が動いて、腕を振ってナイフをザンとやるっていう、まあ、一連の動きがありますよね。普通の実写だとそれを表現するのは難しいんだけど、アニメだとそれができるんですよ。実写だとなんで難しいのかっていうと、実写の場合絵が非常に動くとか綺麗とか、動画に弱いみたいなところがあるんで、この背景と人物が一緒に動いちゃうわけですよね、実写だと。だからそのバン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 画面が動くとすごく見づらくて、何やってっか分かんねえなってなるんですけど、アニメの場合は背景を微妙に省略したりとか、一瞬の手の動きとか筋肉の動きとか目の目玉の動きとかね、そういったものをアニメは一瞬だけでもパッて見せて僕らに伝えることができるわけですよ。だからこういったアクションシーンは絶対に僕はアニメの方が優秀だと思うんですけど、この筋肉の動き、なぜこの動きをしたのかとか、なんでこうなっているのか、今なんでこういう動きでこういう戦闘シーンになっているのかっていうのが、このスプリガンはですね全くなくて、ただ体を動かして両手でナイフを持ってシャン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 ってやって、それを避けていくっていうだけなんですね。もっとこのなんていうの、この映像の場合は実写で言えばね、このドリーっていうあるじゃないですか、カメラを動かすための線路っていうかレールの上になんかトロッコとか台車とか乗っけて、それにカメラを乗っけてこうさーって横とかにこう動かすっていう撮り方ありますよね。この一番最初の今1話の、30分ぐらいのところなんですけど、この戦闘シーンってそのカメラドリーカメラでこうさーって戦闘しているところを撮ってるだけなんですよ。実写だったらこれしょうがないなと思うけど、アニメの場合寄ったり一瞬の筋肉を見せたり一瞬の目の動きを見せたり一瞬の焦りを見せたりっていうことができるものなのに、それをやってない。ただ真ん中で男2人がただ戦ってるのをカメラだけをさーってただ動かしてるっていう状況だから、アニメで言えば背景だけをさーって動かしてるだけですよね。全く面白くないんですね。もっと迫力のあるというか、アニメチックに戦闘シーンアクションシーンを撮るというか書くってことはできるはずであって、かつての、日本のアニメはそれができていたんですよ。なのに満を持して作ったネットフリックスオリジナルアニメスプリガンともあろうものがですね、こんなチャチいアクションシーンやってていいのかいと思うんですよね。ただカメラが動いてるだけ、全然面白くない。でこの何ビクトルのナイフの使い方も本当にただ指先っていうか、野球で言えば手投げみたいな感じで、ただ手のこの前の方だけでサッ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 ってやってるんですよ。もっとグワンとかザンとかそういう迫力が一つもないんですね。このなんていうかな、戦闘シーン以外のところとかも全部そうなんですけど、とにかく本当に初めて漫画描いた小学生とか中学生とかが描いてる構図というか、絵に面白みが全くないんです。これ写真でも一緒だし、漫画でも一緒だし、映画でも何でも同じなんですけど、構図アングルっていうのが一番重要なわけですよ。こういう映像って映像とか画像とか何でもいいんですけど、絵でもいい、イラストでもいいし、絵画とかでもいいんですけど、構図が一番重要なんですよ。他の人がない構図というか、この構図で見せることが一番このシーンは面白いんだという構図から映像なり写真なりイラストなり絵画なりは描かないと何の意味もないんですよ。ただただ水平にただボーって戦ってる奴らを映したって何の面白みもないんですね。この映画っていうか、スプリガン、このアニメは最初から最後までずっとこうです。喋ってる人を正面から撮ったり、するだけで、
で戦ってるシーンは横から撮って、なんか背景をさーっと動かして早く動いてますよ感を出すだけみたいな、そんな感じで面白くないんですね。クオリティが低いわけです。まあ、こういうのってあんまどうなんですかね。僕業界のことわからないんですけど、センスの問題じゃないんですかね。お金の問題というよりは、横から戦闘を映すよりも煽りで撮ったりとか俯瞰で撮ったりとか超ドアップにしたりとかっていう、ここを見せよう、ここを見せることによって見ている客たちにおーっと思わそうっていうふうに思う、この発想というかセンスというか、そういったものが大事なんじゃないんですかね。ここお金って関係あるんですかね。でもネットフリックスはお金を使ってますって言ってるし、スプリガンのプロデューサーもこれまでで一番お金もらって作ってますって言ってんですよ。それでこれみたいな、そんな感じがね僕はあって、日常系のアニメだったらいいのかもしんないけど、これでちょっと戦闘シーン、戦闘アクションを見ている、書いている、アニメとして作っているとは思えない、このクオリティの低さというか、見せ方の下手さというか、この辺がなぁ、もっとなんていうかセンスが欲しい。でこのアニメ全体的に言えるんですけど、見たことのある構図ばっかり出てくるんですよ。ポーズとか、そういったものも含めて、もっと自分で考えるっていうか、もっとこうすれば面白いんじゃないかっていうのを、もう一箇所でもいいから見たかったですね。僕が感じる限りですね、このアニメ、全6話見ましたけど、一箇所も光る部分というものが見つけられませんでした。まあこれ第2話がノアの箱舟の回で、ノアの箱舟の回はね、その98年のアニメと同じエピソードを扱っているわけですけれども、だから同じ戦闘シーンが出てくるわけですね。その同じ戦闘シーンの演出の違いっていうのを、今回のネットフリックスと YouTube に上がってますから、まあ違法のアップロードで、まあでもしょうがないですよね。見れる環境が全くないんでね。スプリガン、98年のスプリガンは見るのが非常に難しくなっているんで、YouTube でね、違法のやつを見るしかないのかもしれないんですけど、この、なんていうの、アニメーションで戦闘シーンを描くということの意味っていうかね、そういったのが非常にわかりやすく比較できるんじゃないかなというふうに思います。例えば、Netflix 版のスプリガンのシーンで見るとですね、まあ戦闘員が、こう、ババババババーっと、銃を撃つわけですね。でも相手には全く効かない、銃が効かない、自分たちは勝てる見込みのない相手に向かって銃を撃っているっていうシーンが、まあ、あるわけですけれども、この時銃を撃ちながらも兵士たちは怖いはずなんですよ。バン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 ってずっと撃ってるけど、あいつ効かねえ、怖え、やられる、味方がどんどん殺されてる、次は俺が殺されるかもしれないっていう恐怖を抱きながら銃は撃たなきゃいけないわけですね。相手はだってとんでもない化け物なわけですから。だから銃を撃っている名もない一兵士を描くにしても、そういうこの兵士は怖がりながらも仕事だから、しかもできれば こっちに来ないでくれ、でも撃たなきゃいけない、撃たなきゃ殺される、でも撃っててもどうせ殺されるっていうことを思いながら撃っているっていうのを、絵でアニメーションで表現をしながら描かなきゃいけないんですけど、ただ撃ってるんですよ、このアニメ、ネットフリックスのスプリガンは。そういう、こう、なんていうかな、登場人物一人一人、モブキャラ一人一人に対してでも、この、なんでこれをやっているんだろうっていう感情というか、そういったものが全く描けていないわけです。この、ネットフリックスのスプリガンは。まあ、あと戦闘シーンが全く面白くないっていうのはありますね。もう、とにかく普通、もう普通なんです。全部のシーン、全部のアングル、全部の構図、全てが普通です。だからスプリガンの話としてはスプリガンだから、まあそれなりにスプリガンとして面白いんですけど、そのなんていうの、アニメーションとしては全く面白くないものが出来上がったわけですね。まあとにかく作品に魅力が全くないというのが今回のスプリガン、ネットフリックスオリジナルアニメでした。これはどうしてこうなってんでしょうか。
いや俺たちだって本当はもっといいもん作りたかったんだけどできねえ事情があんだよっていうことなのか、それともえこれでいいじゃんと思ってるのかわかんないんですけど、でこれ最後まで見たらね、なんとなくシリーズ続きを作るつもりでいるっぽい感じがあるんですけど、まあ、はっきり言ってこのクオリティだったら別にもういらねえだろうなっていうふうに思うんですよね。第5話あたりなんてね、もうバーサーカーが出てくるわけですけど、5話だったよね、4話か、まあひどかったですね、なんじゃこりゃっていう感じ。ちょっとなんていうかな、予算とは関係のないセンスのところですごくアクションが描けていないっていうふうに思いましたね。まあ脚本も全然ダメだったわけですけど、だってこっちとしては当然98年のスプリガンがあるわけで、そこと比較して見るに決まってるわけじゃないですか。今更スプリガンをネットフリックスでアニメ化するっていうふうになったということはですよ、ターゲットはあの当時スプリガンを読んでいたおっさんたちでしょ。そのおっさんたちに向けて当時よりも何十倍もレベルの低いアニメーションを新作アニメですって言って出されてもね、ちょっとこれじゃあなぁと思いますなぁ。だからネットフリックスってアニメどうなんでしょうか。なんか全体的にネットフリックスアニメっていうのが、まあ僕もさっきも言ったけど見てないんで、全部見てるわけじゃないんでわからないですけど、あんまなぁっていう感じがねするんですよね。なんかまあネットフリックスがオリジナルアニメやってすごいお金が使えてっていうのを聞いた時はですね、もう何年も前になるのかわかんないですけど、聞いた時は本当にあのセルガ末期のあの頃の超すげえクオリティのアニメが見れるんじゃねえかというふうに、まあ期待はしたんですけど、とてもじゃないけどそのレベルには達していないですね。足元にも及ばないという感じで、なんでこうなっちゃうかなというね、非常に残念な結果でした。まあグロいシーンは出せるんだよみたいな、そういったところはあるのかもしれないですけど、ちょっともう正直ね、途中でもう2話ぐらいでもうやめよっかなと思うぐらいね、クオリティが低かった。これセカンドシーズン作るんですかね。多分僕は見ないですねこれはね、という感じでした。なんていうかな、もうちょっと面白いものが見たい僕はちょっとクオリティが低い、そういうふうに思います。スプリガンね、せっかくスプリガンやるって言ったのに非常に残念でした。そして、このスプリガンを見るとですね、映画のスプリガンをすごく見たくなるなというふうにね、思いますね。ただ見るのがなかなか難しい今の世の中ということで、どっかね配信してもらいたいなと思います。なんか事情があるんでしょうか。 DVD レンタルの取り扱いもあんまないみたいだしね。ということで、今回は非常に残念だなというふうに思った Netflix オリジナルアニメスプリガン全6話でした。お聞きくださいましてありがとうございましたチャンネル登録、いいねボタン、ツイッター、インスタフォロー、そしてコメント、よろしくお願いいたします。まあ、アニメ、日本のアニメね、たまにいいのがあるんですけど、全体的にちょっと、なんですかね、クオリティが下がってきてるような気がするんだけどね、なんでだろう。まあ、アクションアニメ自体が減ってきているっていうところが、原因だったりするのかな。書き慣れてない人が増えてきてるとか、そんなことないよね多分ね。まあよくこの何て言うの、実際のものを見ないでアニメしか見てこなかった人たちがアニメ業界に入ってきているから、この実際の動きとかそういったものがなんかうまく描けない感じになってきてるみたいな話聞きますよね。有名なのだと本当のお金持ちっていうのを知らないから、お金持ちが普段夕食で何を食ってるのか分かんないとか、高級フランス料理に行ってパスタ食ってるとかね、なんかありましたよね。そういったことで
実際の戦闘とかそういったものを見ないでアニメを見た人たちがアニメをこういう感じでしょっていう自分で見たことのあるポーズとか構図とか動きとかそういったものを描いているからとかそういったことが、まあ、あるのかどうか分かんないですけどね。ただ、まあ、やっぱりね描くんであれば実際の本物を見て描かないと多分うまくはいかないと思うんですけどね。お金がないと細かいクオリティを追求できないとかそういったところはまあ多分あるとは思うんですけど、ただこの間ですよね、パーフェクトブルーを動画出したんですけど、パーフェクトブルーは本当にアニメーションとしてもねすごいし、あのミマちゃんがアイドルミマをラジオ局内で追いかけていくシーンあるじゃないですか。そこで階段でつまずいて転んだりとか、いろんな人とぶつかったりとかしながら走って追いかけるわけですけど、あなた誰なのって言いながら走って追いかけるんですけど、あのシーンとかって本当にすごい細かく、全てのものをしっかりと描いているわけですよね。ああいうのってもうできないんですかね見たいなというふうに思います。今こうやってネットフリックスを検索でね出したら、ちょうど劇場用アニメのところにメモリーズがおすすめみたいな感じで出てきたんで、ちょっと今からメモリーズ見よっかなというふうに思ったりしました。ということで、スプリガン非常に残念でした。こんなアニメを続けていたらどん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 視聴者はいなくなっていくんじゃないかなというふうに思いますよ。残念です。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。